自分から積極的に入っていくというふうなことをするとですね、催眠瞑想がうまくいくんだけども、人にコントロールされるっていうふうに思っているとうまくいかないんですよ。ですから自分から積極的にやっていけば催眠の状態になるっていうことは、催眠にかかんない人っていうのはですね、ほとんどいなくなって、ほとんどの人はかかるのは知りませんと。で、強いて催眠にかかんない人っていうと、日本語が通じない人。日本語で誘導するんでですね、日本語が通じないと催眠の状態になります。だからその催眠中に寝ちゃう人。この人がですね、うまくいかないですよと。で、それから集中力が極度に低い人。どのくらい低いかっていうと、義務教育を数学級で終了されなかった方の中にはもしかしたら、うまくいかない人もいるかもしれませんねっていうんでですね、ほとんどの人は催眠の状態に入りました。ですから催眠の状態に入るか入らないかっていうのは全然心配する必要はないですよと、まあ、さっきもですね、瞑想の状態にすると皆さんが入っていったのと同じように催眠の状態にもしっかりと入っていくことができるんですよと。ところが催眠の状態になったんだけども催眠はうまくいってないっていうように不満を持つ人っていうのはたまにいらっしゃいましてですね、どういうふうな人かっていうと、この催眠にかかるか否かと催眠療法がうまくいかないかの理由は異なるんですよと。うまくいかないというふうに不満を持つ人は実際うまくいかないんじゃなくて、ただ不満を持っているだけなんですけども、催眠に対する誤った先入観を片仮名信じて譲らない人、いや頑固な人とかですね、催眠療法というのはこういうものだって最初から、テレビのですね、その催眠ショーとかって見てですね、決めつけてしまってきている人っていうのは、テレビの催眠ショーっていうのは嫌らせですからですね、あのように行くはずがないわけですね。それからまた自分自身はセラピストを信じられない人、自分を信じられないんでセラピストのことを信じられないんで、ちゃんとできてないというふうに不満を持ってしまう。それから精神疾患になる方の一部と。で、この精神疾患っていうのはですね、結構重要なキーワードになってですね、なんとですね、世の中のうちのですね、10人に1人が精神疾患に、何らかのですね、精神疾患にかかってるんですよ。で、ですけども、こんなに重たくないんで、日常生活ができてるんですけども、催眠のや瞑想の時にはですね、なんかあまりスムーズに感じないんですね、精神疾患があると。ですから、もし、うまくいってないなと感じたら、もしかしたら自分はですね、軽い心の病は絶対じゃないかというふうに思っていただいてですね、で、そのぐらいでしたらば、催眠とか瞑想を繰り返していくとですね、改善しちゃいますんで。ですから、なんか心がうまくいってないなと思ったら、催眠の方とか瞑想の方を否定するんじゃなくて、10人に1人の中に入っちゃったとか感じでですね、軽く考えていただきましてですね、あとはこれを続けていけばですね、うまくなっていく。だから、なんか今までそういった人はですね、また世の中でですね、ちょっと生きづらさを感じてたらなんかするわけですね。で、それはなぜかというと、軽い心の病を患っているわけで、その場合にはこれをやっていけばうまくいっちゃうんですよ。重たい場合にはですね、どうしようが、これだとうまくいかないんですけども、軽い心の病とか、あるいは重たい心の病を患ってしまったとしても、お医者さんに行っても、薬もいらなくて、たまに来るようにしていただければ大丈夫ですよになったら、そこから先はですね、精神科のお医者さんは、精神病は治してくれるんですけども、心の病は治してくれないんですね。心の病っていうのはこっちの方で治すという感じになっているということになっています。ですから、一般的に心の病を抱えて気がつけない人はですね、なんか自分っていうのは悪い人間じゃないかとかですね、自分は能力の低い人間じゃないかというふうに、なんか自分に対してですね、すごい辛い思いをしちゃってるんですね。でそういう時には催眠療法とか瞑想を受けてですね、いればですね、どんどん楽になって生活が楽になってくるって感じになります。